まあ、それで、まあ、一応1日目でもう1頭変えて、まあ、正直その後はもうあんまり無理して買うつもりはなかったんですよね。なかったし、10万超えちゃってた、A で10万超えたりとかで、うんうん、まあ、ちょっと2日目に可能性残したいなという感じで、2日目が345番のソーユーシンクに、はい、たどり着いて、まさか、しかもこっちの方が安いというまさかの結果。いや、もう正直このまま本当に捨てるのも、まあ、なんですかね、落ちると思ってなくて競ってたんですよ、本当のこと言うと。まあ、我々予算的にもう1投目を9万ドルで買ってしまっていて、で次はちょっと厳しいなっていうところで、まあ、もう牧場側もこのまま12万ドルぐらいで売りたい、まあ、リザーブは10万っていうふうに聞いてて、まあ、でも、まあ、競り始まって、まあ、もちろん11チェックも全て通して買う準備はねできてたので、まあ、こう、まあ、5万で上がって、じゃあ6万入れようかって6万上げて、うん、で7万返されて8万ビットして、もう会場が静まり返って、あれで、その売り手のビットも返ってこないし、はい、で、あれよあれよで、まあまあこれで、ああこれでまあパスインで虫取りになるのかなと思ったら、もう8度落ちてたんですよね、コーンとね、はい、ハンマーが落ちてしまいましまいましてっていうのもいいなんですけど、うん、もうちょっとあまりにも予想していなかったんで、私もちょっとえっていう。そうですね、あれはね、動画撮ってなかったらもったいないぐらいの変な顔をしてたはずです、私は。これはちょっと後で、はい、そのスピード遺伝子と呼ばれているミオスタチンの検査をライジングさんがかけると思うんで、うんうんうん、その結果を見たいんですけど、ちょっと興味深いですね。まあ、ディラン・トーマス肌にそういうシンクなんで、うん、ひょっとしたら長距離の可能性はある、うん、で、まあ、このね、パッと見この地面地面で父そういうシンク、はい、母父ディラン・トーマスだと、まあ長距離かなっていう気はするんですけど、ただ母の母系がすごいスピードがあるわけなんですよ。そうなんですよ、で上野がみんな短距離走ってるんで、そうなんです、意外と、うん、CT か、まあ、CC はないかな、でも、まあ、まあ、CC の可能性ありうる、全て可能性ですね、はい、うんうん、のスプリンターというまさかの可能性もあります、はい、これはだからあのミオスタチンを見て、そうですね、それでまあ本当ね、ボケがスピードがあって、もうあの3台前までにもうシュボバが2頭入ってるんですよね、うん、はい、で僕はあのね、おじさんおばさん走ってるのが好きなんですよ、うんうんうん、なぜかというとお兄さんお姉さん走ってるのは高いから買えないんですよ、うん、でここでもうおじさんおばさん走りまくってるんですよ。そうなんですよ、おばさんに2歳牝馬チャンピオン、はい、それからおじさんに、重賞 G2 勝ち馬、うんうん、それから G3 の2着馬か入着馬でシュモバーになった、ね、アウトリーチシュモバーもいて、でそのおばさんのアウトリーチの3区でロフティストライクっていうのがまたスピードのある素晴らしい馬で、それこそ競りの前日、うん、この間の土曜日 G2 をメルボルンで勝ってるっていう、はい、まあスピードに溢れたボケですよね。この馬は、まあ、母の5番子なんですけども、うんうん、3頭競馬行って、まあ、一応全て勝ってる、ただ全兄弟が、うん、マレーシア4勝っていう、そうなんですね、全兄弟だけがちょっとシンガポールに行って勝てなくてマレーシアに行って、うん、そこで勝ってるっていうのが、ただこれがねやっぱりそのなのかなと、このディラン・トーマス肌にそういうシンクは、うん、その距離適正から何かで振れ幅相当大きいと思うんですよね、うんうんうん、なんであのまあ皆さんご存知のように、じゃあめちゃめちゃ走った馬の全兄弟を BOG とかで指名したら走るのかって言ったらそうではないじゃないですか、うん、ですね、うん、ねえ、な同じことで考えると逆ももちろんあり得るんで、うん、まあこれはもう単純にベストトゥベスト的な発想で言えば相当なレベルだと思うので、この値段だったらもう1回チャレンジする価値は、うん、お父さんはね昨年のオーストラリアリーディング僅差の2位で、うん、はい、かなりもう G1 もかなり出してますし、もちろん種付け料も8万5000ドルプラス消費税で9万3500ドルこれ上のゾワニーで4つ買ってるやつもう1個買ったんで、確か違ったっけ、いやバットアウトヘルメントの1個目が、はい、あ2勝して、ね、はい、つい先日もそれこそシドニーのそこそこのナイトレースとかで3着とか、まあ、いい走りしてるので能力は間違いなくありますし、はい、まあ、ディラン・トーマスもね8種として G1 馬を出してますし、血統的にはまあ、うん、文句つけようがないかなっていう素晴らしい馬が買いましたよね、はい、ということで、これはまあやっぱり売れなかった場合は、うん、持たなきゃいけないという側から見ても、うん、
もう極端な話、うん、持っても悔いなしの、いやいやもう自分も喜んで、あの余ったら自分で持つつもりなんでこの辺もね、はい、うん、まあ本当にちょっと逆にそういうスイングで8万は安すぎて勘ぐられるその可能性ありますよね、うん、あのちょっと垂れつけ量より安い価格で落ちる馬ってね、何かあるじゃないですか、まあ、日本で言ったらなんかハーツクライサンクが1500万くらいで買えちゃうようなもんなんで、うんうん、ただこっちの競りの方がたまたま欲しい人がいなかった時に安く落ちる、うん、で牧場の方も損切りしてくれるっていうのが日本より文化としてあると思うんで、あの本当にいい買い物、はい、ちょっと思ってるブラックタイムが高級品すぎて、うん、むしろ戸惑うみたいな競りだったと思います、うんうん、はい、まず購買についてはいえこんな感じですかね、はい、はい。